藤原の道隆の最後、光る君へに学ぶ日本史。短かった中関白家の我が世の春。藤原の道隆は父金家が病に倒れると関白を譲られ、藤原九条流の後継者となった。関白道隆の長女貞子が一条天皇の中宮となり、道隆の中関白家は我が世の春を迎える。しかし日頃の飲酒がたたり、道隆が43歳の若さで没すると、中関白家は一気に凋落する。藤原の道隆のその後と最後を詳しく見ていこう。藤原の道隆は953年天暦7年に金家と時姫の長男として生まれた。道隆は若い時から容姿端麗で、宮中の女官たちには絶大な人気があった。二十歳の時に道隆は天皇の内侍を務める妻女高階の隆子を見初めて恋文を送っている。隆子の父高階の成忠は当初は二人の結婚に反対であったが、ある日娘のところから帰っていく道隆の後ろ姿を見た。成忠は道隆の後ろ姿がいかにも優雅で、将来大臣になる器だと直感して二人の結婚を許したという。隆子は漢学の素養や家才を見込まれて天皇の内侍となった女性で、高階の隆を取って高内侍と呼ばれていた才色兼備の女性である。道隆は隆子との間にこれちか、高家、龍燕、貞子、元子、頼子、四の君の三男四女の7人の子供を設けている。子供たちは道隆と隆子に似て皆美男美女であったという。道隆の父金家は崋山天皇を騙して退位させて、一条天皇を即位させ、986年関那2年、かねてからの念願であった摂政に58歳で就任している。金家の後釜を狙う道隆と道兼の兄弟は水面下で激しく競い合った。金家が東三条殿新築を祝った宴で、道兼は我が家をアピールしようとまだ幼い長男福谷君の舞を披露しようとした。ところが福谷君は舞台の上で突然に踊るのは嫌だとダダをこねて暴れ出し、金家はじめ一同は水を打ったように静まった。すると長兄の道隆が舞台に上がって福谷君を抱きながら見事な舞を披露する。道兼はいいところなく兄に一本取られて、後継者レースは道隆がはるかにリードすることになる。金井は道隆や道長ら子息たちを強引に昇進させて公卿たちを驚かせ、5年後には自ら関白に就任している。しかし病となった金家は関白を道隆に譲り引退し逝去する。故事談などによると、病床の金家は自分の後継者をどの息子にするかを腹心の藤原の有国ら3人の重臣に相談する。有国は胆力のある三男道兼をふさわしいとした。しかし他の二人は徴用の序に従って長男の道隆を推した。
そのため兼家は後継者を道隆に決めたが、兼家の死後にこの話を知った道隆は道兼を推した有国を憎んだ。道隆は関白職に就くと直ちに有国府氏の官を奪って復讐するという執念深い一面を覗かせている。関白となった道隆はまずまだ20歳の長男の道頼を参議に押し込んでいる。さらに次男のコレチカをクロードの党に任じて、中関白家のみが栄える算段を講じている。そのため火山天皇の退位などで活躍し、次の関白は自分だと辞任していた三男の道兼は反発した。しかし道隆の生前中に道兼は手も足も出なかった。権力者としての道隆は兄弟に対しても冷徹であったが、外見は容姿端麗であったために、女官たちは見つめられるだけで皆言いなりになったという。道隆の娘貞子が一条天皇に嫁ぐと、一条天皇に仕えていた四世正納言と道隆は面識を持った。正正納言は枕草子にお酒好きで気さくによくしゃべる道隆の次のような印象を書き残している。道隆は亡くなる数ヶ月前、娘の元子が三条天皇に嫁いだ際にも女性たちを一人ずつ褒めたという。そして道隆は酒に酔って一日中冗談ばかり言っていたと記述している。また大鏡にも藤原道隆が酒豪で明朗な性格であることを伺わせる内容が記載されている。第66代一条天皇は7歳で即位すると、4年後の990年永祖2年元服し、その直後に14歳の貞子が入内している。すると道隆は中宮には遠遊上皇の妃藤原の信子がいるにもかかわらず、貞子を中宮にしようと画策する。それまでは中宮と皇后は同一人物であったが、無理に皇后職というものを作って信子をそこへ押し上げる。そして前例を無視して公卿たちの反対を押し切って貞子を中宮とするのである。道兼と対立する道隆は道長に協力を求め、道長を中宮の補佐役である中宮の大部に抜擢している。また道隆は中宮貞子のもとをたびたび訪ね、清少納言や赤染右衛門などの女房たちに愛想を振りまいている。そのため中宮貞子のもとには一条天皇も頻繁に出入りして、文芸の一大サロンが形成され、枕草子もこの中から生まれている。しかし道隆は男は上後だと言って酒を飲むことを人生最大の楽しみにしたようである。関白が鴨詣をするときは社殿の前で土器に入った酒を3回進めるのを例としていた。ところが道隆が参詣するときは神社側も心得たもので、大時で7、8回も酒を進めた。そのためいつも上賀茂神社に参詣する途中で道隆は早くも酔いつぶれてしまった。そして道隆は牛車の中で仰向けに倒れて前後不覚になり、いつも眠ってしまった。ある時
同行した道長は、道隆が乗っている車を見ても、兄の姿が見えないことに気づいた。おかしいな、と思いつつも、車は神鴨神社の前に到着する。道隆が乗っている車も神社前に着いたが、道隆は酔って眠ったままで、友の者も遠慮して道隆を起こすことができないでいた。そのため道長が道隆を揺り動かすと、道隆はパッと飛び起きて櫛で髪を直して何事もなかったように参詣したという。大酒は飲んだが酔いが覚めるのも早かったようである。藤原道隆の大酒飲みぶりは大鏡や枕草子にも記載されている。道隆はそれらによると陽気な酒飲みだったようである。道隆はもともと軽口を好んだ朗らかな人であったらしく、酔っ払って人前で烏帽子を外したことが綴られている。しかし道隆が飲んでいた量は並の酒量ではなく、それが健康に悪影響をしないはずがなかった。また師匠には道隆は飲水の病、糖尿病を患っていたと明記されている。藤原氏には糖尿病の者が多く、道長もこの病気に苦しめられている。道隆は病に伏し、死期を悟ったのが995年聖徳元年3月、一条天皇に皇帝嫡子の内大臣惟親を内覧とし、政務を委任し後継者にしようとした。しかし天皇からは病中の内覧のみが許され、惟親に関白の位を譲ることは許されなかった。病床の道隆は酒に死んだ友達とあの世でまた酒が飲めると語っている。逝去の数日前に関白を辞した道隆は再び惟親の関白就任を奏上したが叶わなかった。藤原の道隆は最後に出家し逝去している。享年43であった。死後道隆の願いは叶わず、関白となった道兼はやっと自分の番が回ってきたと喜んだ。しかし当時は天然痘が大流行しており、道兼もすでに罹患していた。そのため道兼は関白に就任してわずか数日で死去したため、7日関白と言われている。そして一条天皇の母彰子に推された五男坊の藤原道長が脚光を浴び、惟親たち中関白家は没落することになる。惟親と高家はちょうど紫式部が父為時に随行して受領として越前に赴く頃、太宰府へ配流されている。そして以後、中関白家の急速な衰退が始まり、二度と中関白家に春が訪れることはなかった。